Hokkaido. Thank you.
2と4だったら入ってくるのに出し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 てくるの
と、それが良い、ね、タイトルの先ほどのような、いろんな、料理の仲間にある。2番は、骨をですね、クジラとかイルカのような、骨折りの仲間にある。3番は、両生類ですね、カエルとかサンゴ類、両生類の仲間である。4番は、蝶ですね、蝶の仲間である。そうそう、飛びたね、カモメとかね、ビンビンとかね。さて、どれでしょうか？どうぞ。正解は大正解、2人とも大正解です。はい、それはですね、魚類の仲間になります。でちなみにタツノオトシゴとかね、ウミヘビとかも魚類の仲間になるんですよね。甲骨と軟骨、硬いところが甲骨、柔らかいところが軟骨。柔らかいのは例えば膝とかね、曲がるところの甲骨と甲骨の間にね、軟骨ってあるよね。ね、そうそう。あとね、ここ耳触ってみて、耳柔らかいでしょ。ね、これ軟骨です、ね。はい、じゃあ次です。次のクエスチョン、はい、正しいのはどれかな。答えはですね、2つあります。2つ、この中から正しいと思うものを選んでください。1番は、これは床にかけてくれる丸太バッタ。2番、サメの歯は何度でも生え変わる丸太バッタ。次はじゃん、おお、2と実は3が正解でした。あ、本当ね、2に大正解ですね。じゃあ1番ね、バスの方からちょっと説明すると、サメは魚だけ食べるわけではない。あ、そうだね、そう、はい。で2番は大正解ですね。はい、サメの歯は前に出てきて、いつも新しい歯でね、餌を食べる。そう、一つしか変わらないですね。大切にしてくださいね。はい、で、歯の形も、はい、これが個別ですから、かなり大きな、ね、歯を出したんだ。小さな鱗が、こういうふうに、thank you.
Yeah.